こんにちは。今日は京都の円徳院を撮影してきました。11月26日、もみじがとっても綺麗でした。豊臣秀吉の正室であるねね様が晩年をここで過ごしたということで有名です。阪急河原町駅から徒歩15分ぐらいのところです。この写真は2週間前の11月11日に撮影したものです。先ほどの木と同じ木です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみにしててね。グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。